演舞開演。どうも、私のつれづれなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日3分の1日の野菜が取れる魚介豚骨焼きラーメンを食べたいと思います。ほんとすごい野菜の量ですね。で、魚介と豚骨のダブルのうま美味しさ、これは2人のものですね。それではチャンネル登録をどうかよろしくお願いします。開けた瞬間に鰹節のいい香りがしてきて、どちらかというと焼きうどんラーメンというよりうどんやお好み焼きのようなそんな感じがあります。ではいただきます。豚骨と魚介ではからと思ったので、すがいがいやいがい、これはから。豚骨と魚介という組み合わせだと意外かもしれません。魚介の味の方が強かったですね。なのでラーメンなんですけど、かなり和の要素が強いラーメンに感じました。生姜はピリピリしているし、鰹節もいい香りをしています。お野菜もシャキシャキしていて、麺も太めで噛み応えがあり、そこにうまく和風の味が染み込んでいて美味しかったです。やっぱりこういうラーメンもいいですね。ただちょっと豚骨は控えめすぎたかなという気もしますので、こちらの点数とさせていただきます。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。演舞閉演。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。